お願いします。お願いします。なんか初の試みでね、大変な感じしますよね、うん、このスタジオ借りてみて、まさか六本木ヒルズのスタジオ借りると思わなかったんで、うん、あれも入んなかったよ。いや、わかんないです、もう見てなかったんでいきなりイカブルやっちゃったからね。翔平くんやっぱシュッと入るね。あそこはやっぱ鉄板ね。ちょっと、あ、すいません、解説しようよ。すいません、ほらほら、あー、でしたあ、やっぱリプレイされちゃうから。俺これ好きなんですよ。されちゃうんだよな、やっぱり。席や、ちょっと待って、ちょっと待って、パズドラですわ。パズドラはもういい、うん、パズドラやんないですか。パズドラやったことない。やりましょう、いい加減やりましょう。やりましょう、うん、ダウンロードの仕方が分からない。ダウンロードの仕方、今度俺も可愛いわけですよ。ないですからね。何感じしてんのすげえ細かい狭かったですね。しっかり落としてんのよ。自分で自慢取りますか。自慢で今取ったら大丈夫。なんか受けてるよ、順化この時間やっぱちょっとこんなすごい朝でもないんで、後ろやっぱ人がちょっといますよね。ちょっとね、今日はね、フリーマーケットって。あ、そっか、フリーマーケット。うん、サイスタで、うん、フリマ行ってみたいんだよな。行きたい、俺も行ったですよね、うん、出す方、買う方。いや、あーでも買いたいから。買いたいよね、できれば。あれなんか金かかるんすか、出店するの。ちょっとかかんじゃない。かかんない、かかんないのかな。その辺ギダちゃん知ってんじゃないですか。でもなんか場所によりそうっすよ。場所によりそうだね。こ の, この姿勢だとね、みんなにね、見てる中高生だし、見習ってほしい、本当に。あの姿勢、そうですね、ボールを追う姿勢。なんか初めてちょっと解説します。そうだね。どう今ですか。完璧ですね。ほんとこういう、なんか地味に、これ大切ですよね。基本の忠実なプレーね。入ってない、入ってない、今入んなかった。うまかったよ、これ。あー、楽しいだけ、俺これ干渉すか。ちょっとね、お、全然感じてないから分かんないですよ。今日すごい飛んでる。お、で、さっき席を見てたんですよ。全然分かんないですよ。今日は結構、じゃあ朝からもうサイズの時から飛んでます。いや、もう朝起きくしゃみで目覚めるっていうのが花粉症あるみたいな。マジか、全然わかんない。しかもね、今日天気いいじゃない。風も吹くし、すごい今日は飛んでる。マジか、でも治んないですもんね。だって花粉症は治んないよ。逆に会社先輩とかもすげえ辛そうなんで、花粉症になったら終わり。なんかでも注射とかありますよ。注射と薬はあるんだけど、それってないですか。あ、今パスよ。これ来ますよ。来る。これ好き。俺これ好きなんだよ。安定のプレーね。終わった。出たこのボール。毎回やるんだよ。これやっちゃいますよね、これ。やってんだよ。待ってください。なんか言ってます。なんか言ってんだこれ。英語だぞ。もう一回やって。もう一回やって。Next guest。Next guest。Come on。セキュア。何言ってんの。いい笑顔大丈夫。いや、どうなんすかね。どうかな、とりあえず